鈴風型巡視艇は海上保安庁の巡視艇の選級。区分上は CL 型、交渉船系は20メートル型。なお、ネームシップが配属外に伴い解明したことから、現在では姫肉型とも呼ばれる。海上保安庁では昭和24年度計画より国産巡視船艇の整備を開始したが、その先頭を切って収益したのが15メートル型 CL であった。 これは、解保創設当時に巡視船の性能と保有量に制限が加えられていたことから、その制限の枠外において、基地周辺の制限延開海域において巡視船を保管するための構内定として設計されたもので、あったが非常に優秀で上院の信頼を得たことから、外力配置をほとんど変更せずにマイナーチェンジのみで建造され続け、最終バッジにあたる地を、 風型は昭和43年度から50年度にかけて実に96隻が建造された。しかし15メートル型は長年の装備強化の積み重ねで排水量が増加するとともに船舶安全法関係所規則の改正に伴って規則に触れる部分が増えてきた。このことから昭和52年度以降の建造分では初めて船体寸法も変更して大型化を図り、 部内では18メートル型と称された。そして、平成3年度計画では、千代、風型の大戦建造に着手されることになったが、これはさらに大型化を図ることとなった。これが本型である。さらに千代、風型の退役完了後も、今度は山百合型の更新用としても建造が続行され、その後鈴風型自身の更新としても建造が続行されている。本型では、 プレジャーボートや小型漁船の高速化に対応して速力の向上を図っている。船形を滑走性能の良いものにするとともに、上部構造や偽装品をアルミニウム合金製として重量軽減を図った。主船体は従来の15メートル型、18メートル型と同様に高張力構成である。大型化に伴って操作室。 居住区が拡大されて、業務処理及び居住性の向上が図られている。操舵室には、全乗員分のダンパー付き椅子が配置されており、また居住区には、ベッド兼用のチョイスがあるほか、巡視艇として、初の簡易シャワー設備が備えられている。高速化のため指揮官も強化されており、V 型12気筒4サイクルディーゼルエンジンが搭載された。指揮官には、 マトゥータイプとマンタイプがあり、マンタイプではマン D2842LE401、マトゥータイプではマトゥ1 2 v 1 8 3 9 2型が採用されている。本型は長期間にわたり多数が建造されていることから運用実績やその時々の業務を反映した改正が適宜に加えられている。 顕著な改正点としては、下記のようなものがある。幅広型潜伏を20センチ大きくして、定員を6名に増やしている。一部の定で収益後に操打室が外見上変更されているものもある。旋回域対応型幅広型をもとに、旋回域での運用に対応して推進機をウォータージェットに変更。警備機能強化型幅広型をもとに、 平成13年度第一次補正計画以降の建造艇。式満 D2842LE417 とし、出力を合計2040馬力に強化するとともに、防弾性を強化したもの。重量増の代償として、選手甲板の放水銃を廃止していることから、代わりに、下半式のガソリンポンプと放水ノズルを装備、必要に応じて選手部に設置している。 またその他にも下記のような際が生じている。高校区域当初は制限付き宴会とされていたが、海洋法に関する国際連合条約の発行に伴い平成8年度補正計画の追いつかぜ以降の体では近海に変更された。空調による分類配備先に応じて暖房内視冷房を強化していることから、それぞれを北方型と方型に分類される。 夜間監視装置平成17年度補正計画以降の艇は相舵室上に夜間監視装置を搭載している。それ以前の体でも追加で装備されているものもある。白梅型平成10年度第一次補正計画では本型をもとに所定の偽装を施した20メートル型灯台見回り船2隻が建造されたが警備。 急難用船艇の需要増大を受けて2008年4月1日付で、巡視艇に種別変更され、白梅型巡視艇として、再収益している。主要目は本型の幅広型とほぼ同等であるが、防原剤の位置など細部に異がある。放射能調査艇、カツレン及び、絹笠型原子力船機工事に放射能漏れなどを、検査するための放射能調査艇として、二代目。 カツレン及び、キヌガサ型三隻が建造されているが、これらは本型の旋回型に放射能測定装置を搭載したものである。性能的にも全く同等であり、放射能調査時以外には本型と同様の警備救難業務を行っている。建造費は、先代の放射能調査艇と同様に、カツは、 科学技術庁から、木の傘型は、原子力規制委員会からの予算で建造された。ODA による、建造低波制系の亜種として、政府開発援助により、ジブチ共和国沿岸警備隊向けに20メートル型巡視艇2隻を、隅田川造船所が、建造、2015年11月納入されている。巡視艇の船名は、随時、解明されることがある。海猿シリーズ。 リミット・オブ・ラブ・ミザル、CL-17 サタカゼ、CL-47 サツカゼ、CL-119 サツキが登場。鹿児島湾にて、フェリー、クローバー、ゴーが座礁する、海難事故が発生したことを受け、現場海域へ急行し救助活動に当たる。ザラスト・メッセージュミザル、CL-86 オサカゼ、CL-87 若風が登場。 福岡沖にて天然ガス採掘プラント、レガリアにドリルシップが衝突する海難事故が発生したことを受け現場海域へ急行し救助活動にあたるブレイブハーツミザル CL-19 ユリカゼ CL-49 アワカゼ CL-129 ヤマユリが登場左翼エンジンが爆発したボーイング747から400が東京湾内に 海上着水することを受け、着水する海域の近くで待機し、着水が成功すると、直ちに接近して、救助活動を開始する。劇場版コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナス、CL-136 山吹が登場。東京湾を航行するフェリーが、農務のため海ホタルに衝突したことを受け、現場海域へ急行し、乗員、乗客の救助活動を行う。 大怪獣激闘ガメラ隊バルゴンコミックバージョン CL-114 の下風が登場。神奈川県沖を漂流していたプレジャーボートを調査するがバルゴンが発した冷気によって一体の海域が凍結したことで身動きが取れなくなってしまう。ありがとうございます。